50倍以下の壁をくぐり抜けていったな。うん、まあでもまあ、まあそれで結果が出てるうちは、まあ文字でもいいのかなと。虫がいないっていう。馬車サンダー。マリゲンポリツ。マリゲンポリツ来た。これサンダー嫌やな。サンダーマジで嫌やな。家族ってどういう意味なの？耐える耐える耐える。わあ。壁を張ってもこの威力か。夫婦または子供がいる家庭、あ、そういうことか。夫婦や親子だけで構成させる家族のこと。あ、じゃあ普通の一世帯住宅ってこと。あ、そういう意味だね。確かに核家族やなんかあるだろう。核家族なんて言い方する？二世帯住宅とかさ、一世帯住宅、そういう言い方たまに聞くけどさ。ここあえて突っ張っちゃいけないね。家庭科で習う、そんなん。いや、全然知らんわ、もう。知らないっす。社会学でもテーマだと知らんわ。どうでも、核家族なんてどうでもいいの。核家族なんて使わないやろ、別に。こうやってね、ドヤ顔でなんか、お前知らへんのとかって煽ってるやつの中には、俺も知ってるぜ。もこせん知らないの。だっせーみたいな。おーみたいな。お前知らないやつの絶対おんねんって。周りに便乗すんなよ。素直に言えよ、知らんやつ。そんな配信でみんな知ってるみたいな感じになってるけど、それ絶対おかしいから、絶対知らんやつもおるから。いや、このアクアジェットとか絶対ありえへんねんけど。多分、お盆も貫通してたよな、これ。
強すぎるねパルシェンね。はい終わり。今日負けてへんやんこれ。俺偏差値70の高校行ってるけど中学で習ったことなほら言ってるやん。ほら偏差値70やで。偏差値70で灘高とか開成高校とかだのレベルやで。そのレベルの高校に行ってたやつが知らん言うてんねんから俺の方が正しい。で俺の方が偏差値高いってことやん。お前ら知ってるやつより知らない俺の方が偏差値高い。もう終了。完全勝利。俺完全勝利。そんなね、頭のいい人はそんなしょうもない、日常に使わないような無駄なね、知識は必要ないんですよ。ああ。お前らそんなに脳みそを使ってるから、いつまでだってもね、1万円2万円になれないんじゃい。もう脳の効率を考えな、脳の効率を。やべ、今日5連勝ぐらいか、これ。まあ時間的にも、ああ、セッション来た。キョンギ堂。キョンギ堂って何？メタグロスとヒドラの並びがいいね、これ。ハングル読めるくせ読めないふりやめろよ。わー、バレたか。あれなんていうか、この方は日本語で、日本語で、なんて訳せばいいのかな、これ。わかんねえ。いや、セジュンじゃないね。あ、これベジュンだ。あ、これベジュンって読みます、これ。日本語だと。日本語名で。ベジュンさんです。はい、よろしくお願いします。自分で面白いと思ったの、いや、まあ、思いましたけどね。面白いと。うわこれどうしようかな。今気づいたけど今日マジで俺マリルリとギャラドス一回も出してないな。完全にもう下の4体、この下の4体だけで戦ってんねんけど。見せポケとしてね、全然無駄にはなってないんだったらいいんやけど、うん、だから電気の通りがいいことによって電気を誘いやすく、もうこんな感じでね。色雷光か、波動弾とか撃ってくんかな。あ、普通の方やった。耐えてくれ。普通の色違いっぽいなこれ。そもそも肌が落ちて出れないのか、レートに。引っ込めていく。ギャラ、ギャラか。
ッケー、半分持っていけるなら、あーもううぜーマジでふざけんな、デンジアとか。やっぱ地面タイプ入れなきゃダメだな、俺のパーティー。ただこれまだ控えの髪の効果が消えてないから、まあおそらくは多分雷光の一発一撃から耐えるし、雷光でしょこれ。あ違った、キノコだったか。また好きだろうな。ふざけんなこいつも。え、何この火力。いけ、ひるめ、ひるめ、ひるめ。あーもうほんまおもろない、お前、お前のポケモン、お前どうせ改造やろこいつ。色違いしかもう使ってへんし、もうこんなんもう参考記録で、いや、レートに加算せんとってくれ、こんなん。